山名文夫は日本のイラストレーター、グラフィックデザイナーである。日本のグラフィックデザインの黎明期における先駆者の一人で、大正期から昭和初期にかけてのモダンなアールデコスタイルで知られ、資生堂の現在にも続くキーデザイン、木の国屋のロゴ、新潮文庫のブドウマークのデザインで知られる。1897年7月17日、広島県広島市に生まれる。 三名に影響を与えた、ビアズリー少年期から竹久夢二や北野常富、オーブリービアズリーに憧れ、模写に没頭する。旧制、和歌山県立和歌山中学校後、1916年、大阪へ出て、赤松林作が主催する、赤松林作洋が研究所、第二期生となり、絵画を学ぶ。同研究所の第一期生には、佐伯雄三がいた。 20歳になる1917年、導入し、チョコレートに加わり、夢ジや北のビアズリーラの絵に影響を受けた作品や詩を発表した。1923年、クラブ化粧品で知られる大阪の化粧品会社、中山太陽堂が併設する出版社、プラトン社に入社し、図案家として、雑誌、女性や、クラクの表紙想定や、カットなどに腕を振るう。 同期入社のデザイナーには山六郎、編集者には幼い薫の推薦で入社し、後に小説家となる直三35、川口松太郎の二人がいた。1924年、第1回大阪市美術協会展覧会に入選。同年、雑誌、サンデー毎日に総画を連載し始めた。参考、アールデコ建築、クライスラービル1928年。 プラトン社を退社、翌1929年、東京、新橋の化粧品会社、資生堂の衣装部に入る。プラトン社で培われた実力がここで花開き、アールデコ城のモダンガールを資生堂広告市場で完成させていく。西洋のモノマネや技術の習得に終始していた修練を終え、大正期の日本に女性をめぐって起こりつつあった新風俗や新文化に、 いち早くこうして、それを目に見える形に置き換えた。1931年、34歳になる頃、資生堂を退社し、東京広告美術協会を設立した。1933年、写真家の土門剣、藤本48、グラフィックデザイナーの河野隆亀倉優桜と共に、写真家の名取洋之助の第二次、日本工房に参加し、雑誌、 日本のレイアウトなどを行う。この頃、熊田五郎が3名に指示し、共に日本のデザイン等に従事した。1936年、日本工房を退社して、資生堂に戻り、1939年、東京市世田谷区成城町392番地に自宅兼アトリエを開いた。この時資生堂には1943年まで在籍。その後、 森永製菓の荒井誠一郎らと共に、報道技術研究会にも参加した。繊維公用を図る国策宣伝のデザインに携わり、戦争遂行に協力することになっていった。1945年48歳で第二次世界大戦の終戦を迎え、1947年から1967年まで多摩造形芸術専門学校の図案科教授を務めた。 当時の教え子に、湯村照彦がいる。1948年、資生堂に復帰した。54歳になる1951年、亀倉優作、早川吉らと日本宣伝美術会を設立、初代委員長に就任した。69歳になる1965年には日本デザイナー学院を設立し、初代学委員長を務めた。 同年12月、世田谷区成城の自宅兼アトリエを閉じ、修正の住まいとなる、魂桜ヶ丘に転居した。70歳を迎える1967年、君四等随法賞を受賞した。1969年、72歳の時、資生堂の宣伝部制作室長を辞する。資生堂の花椿マークや、デラックスの唐草模様のほか、スーパーマーケットの、 ノク国屋のロゴ、新庁舎の新庁文庫の武道マークのデザインも手掛けている。1980年1月14日、死去する。82歳ボーズ。3名は、アイエンカで、カンピースを好んだ。亡くなるまで資生堂とか、代わり、現役デザイナーとして活躍した。没後、日本宣伝賞委員会が、その年業界の流星に功績のあったクリエイターに、 送る日本宣伝賞三名賞を創設した。2007年、世田谷美術館に山名文雄の成城時代のアトリエが再現され、会期を終え解体された。東京銀座資生堂有名な資生堂の花椿マークは衣装部を創設した福原新造が原案を起こし、3名が最終的に完成させたものである。資生堂在職中はもちろん、資生堂退社後も、 コモニア宣伝部制作室長として、資生堂の一連の仕事を行い、繊細な女性美を表現した。資生堂のイメージアップに貢献し、資生堂スタイルのデザインを確立した。1974年には、主要な漢字と、ひらがな、カタカナ、オーブンアルファベットの書体の手引書を作成している。資生堂の新入社員のデザイナーは、現在も、この手引書をもとに、 必ず先輩の指導で一年間手書き練習して身につけるという、ありがとうございます。